はい、どうも。炭酸水マニアのユッキーです。今回の炭酸飲料はこちら。ウィルキンソンのグレープフルーツが出ました。うん。まあ、フレーバータイプですね。俺多分嫌いです、これ。おそらく。原材料が、名水と炭酸と香料。で、容量が 500ml です。無果汁。うん。これの、まあ、いわゆるレモンと同じですよね。磨き抜かれた水と強めの炭酸100年を超える伝統の強刺激になってるんですが、ウィルキンソンのね、レモンはね、普通にまずいんですよ。うん、レモンは、非常に美味しくないんですよね。なんでかっていうと、香料だからです。サントリーの、なんだっけ、なんとかかんとかスパークリングのレモンは、あれ果汁が実際入ってるんで、すごく美味しいんですよ。パンピー。うん。あ、でも、これならまだマシかな。ウィルキンソンのレモンはマジでまずいです。うん。レモンフレーバーの、やつって基本的にまあ大体美味しくないんですけど、ウィルキンソンは本当に美味しくないです。うん。うん。これはまだ全然いいですね。なんでだろう。これ美味しいですね。割と。サントリーのね、スパークリング、果汁が入ってるレモンのやつ、めっちゃうまいっすよ、あれ。だって事実果実入ってんだもん。果汁が入ってんだよ、レモン。ね。そんなこと言うんだったら、ぶっちゃけた話、もうポッカレモン買えよって話になるんですけど。うん。あれですね。美味しいっす。思った以上に美味しかった。うん、グレープフルーツはもうグレープフルーツジュースがね、今年はなんか不作で、まあほぼほぼないと、トロピカーナとかのああいった高い系しかなくて、100円ショップで100円で1リッターのやつ売ってないんですよね。うん。まあ、ウィルキンソンの炭酸は、やはり、まあ、泡が、粗いという、でかいという、粒が。なので、すぐ抜けるんですよ。泡がでかい、イコールすぐ抜けるんですよ。だから、この状態で、放置しとくと、絶対に抜けるんですよ。次の日には 100%。で、俺が前、今持ってるんだけど、シコシコする、こう、内気圧をこう上げて、ね、10気圧ぐらいにして、空気をパンパンにして、それで、ね、保存する方法がありますけども。まあ、あれを使っても、多分、結構飛ぶんですわ。うん。まあ、っていう感じですよね。で、やっぱり瓶のやつは、飛びにくいんで、うん。ペットボトルは、貫通しますからね。空気貫通しますからね。まあ、厳密に言えば、香りとかですかね。うん。ペットボトルは一応、空気は遮断するのかどうかわかんないですけど、香りは移るんで、うん。多分やっぱ抜けが早いんじゃないかな。まあ、あと保管状況にもよるんですけれども。まあ、大体賞味期限、だから賞味期限見てもね、結局、暑いところで放置されてたら絶対飛ぶんですよ。うん。そこら辺しっかり管理されてる店じゃないと、ダメなんです。
だから、ウィルキンソンの、トニックウォーターは、アマゾンで買ったら、もうほとんど炭酸がもう抜けて、微炭酸の。CC レモン以下の、微炭酸ぐらいのスーパー微炭酸になってる。ひどいですね。うん。これはでも、グレープフルーツの、炭酸は、これは美味しいですね。レモンはすげえまずいんだけど。これは、まあ、四つ星ぐらいで、はい。ご視聴ありがとうございました。